スターです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ実験機対体重はの移住最高のピッチコンディションだ。ボンボネーラ実況金武彦がお送りします。実験機体重はの移住どちらが勝ってもおかしくないこの試合、勝利を手にするのはどちらのチームか。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ今スタートしました。左から右に攻めます。グレーと黄色のユニフォーム、グランデ、ディッケーチ。監督は将軍、ディッケーチ。フォーメーションは4-3-3。中盤の選手の能力が非常に安定感があります。一方右に戻るのはブルーのユニフォーム、グランデ。体重はもう移住、指揮を取るアイドル、カレンジ。フォーメーションは4-3-3。個々の能力が高いフォワード陣がチームを牽引します。カット、ドリブリング、運んでいった、止められません。右サイドから切り崩します。自分で行く、これは追いつきません。スローインで再開です。しのぎました。このボールをペペ右サイド、アンボジーからクリスティアーノ・ロナウド、運んでいった、回していく、インターセプト、攻め込んでいく、クリスティアーノ・ロナウド前へ、ボールタッチはチェー、ボールを入れます、割って入ります、出した、クリア、ダンテ、アンボジー突破していく、クリスティアーノ・ロナウド、ここで審判の笛、0-0、前半を折り返します。後半のキックオフです。カレンジャム監督、後半からロビーニャ投入です。ロビーニャ抑えてボールを渡します。ティーボー・クートワー、見事な判断で相手のチャンスを潰します。レオ、彼の力で勝利を引き寄せたい。奪い返しました。メッシ、奪われます。よく見ていました。持ちます。おっと、パスを出してきた、ここは切り抜けます。これは読んでますよ。ボールを運びます。ディスカス、周りを見て、ディアル、またバントラ、バカルダは右サイド、ここは右を使います。ディアンナ、ディアンナ、止めて、タッチを割ります。体重はもう移住、ここで流れを変えてきます。ボールを投げ入れる、ディアンナ、切り込んでいきます。シルベスト、このボールにロビーニャ、通すことができません。後半43分、ティーボー・クルトワ、ここでベンチに下がります。ドラゴン、ピンチを防ぎます。試合終了の合図、90分では決着がつきませんでした。 PK 戦になります。みんなの期待がかかります。いいシュートでした。ここは止めておきたい。鮮やかなゴール、チームの期待がかかります。きっちりゴール、ゴールを見せます。入りました。プレッシャーがかかります。叩き込んだ、キックのアンボジー、綺麗に決めた。ゴールを見せます。読まれていました。キーパーに期待がかかります。
走ります。見事なゴール。グランデフスケーティワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、長き激闘の末ついにチャンピオンです。